虫捕まえてきて食べたらどうなるのか、ドッキリねねにしたいと思います。クオリティ低め。パパね、この間さ、うん、虫捕まえてきたんだよ。虫の幼虫。幼虫ってあの子供？子供、うん、それをそう、虫育てようかなと思って、うん、これはだからカブトムシとかになるかもしれないから、うん、これね、もう触っちゃダメだよ、うん、これこの幼虫を育てようかなと思って。本物？本物だよこれ。すげー、今寝てる。おかしいじゃん。おかしいじゃないよ。おかしいや。お菓子じゃないよ。お菓子。お菓子だよ。お菓子じゃないよ。お菓子。触ってみる？幼虫。お菓子。動くかもよ。触ってみて。動くかもしれないよ。お菓子。お菓子じゃないって。幼虫だよ。待ってよ。絶対お菓子。絶対お菓子。触ってみ。お菓子じゃ。嘘。柔らかい。じゃ絶対き。そっち。お菓子じゃ。お菓子これ。そう。嘘。え、こんな顔じゃなかったよ。だって見たことなくない。え、だってこういう口じゃなかったし、ピンクの目じゃないよ。じゃあお菓子本当に。これなんか出てるけど、うにおって。え、何これ。わかんない。今寝てんじゃない。今寝てるよ、ほら。さわ、寝てるから。やだ、キモい。気持ち悪い。じゃあ育て、これ大きくして育てて、うん、カブトムシになるんだよ。カブトムシになるの待ってみる、うん、ねえ、ね、やだ。じゃあ食べちゃおう。あれカブトムシ、あったー。え、食べない。食べちゃったよパパ。食べない。虫食べちゃった、うん、虫食べちゃったパパ。食べない。え、大丈夫かなパパ。うん、おかしだよ。ドッキリでした。チョコ、チョコで、チョコ。よいしょ。え、かわいそうと思った。優しいね。何も食べてみたら。何も食ってみる。美味しいよ。じゃじゃーんって映してさ、うん、じゃじゃーん、キモちゃん、じゃじゃーん、食べてごらん。キモ食べてみる。チョコなんだよこれ。チョコ、チョコ、美味しいよ。幼虫チョコだって。かわいそうだな。え、もう最初からお菓子だと思った。うん、すごいね。ねえねえ、騙せなかった。だって口がさ、あれクッキーに見えたんだよ。やっぱりパパもね、クオリティ低いなって思ってたの。絶対ダメでしょと思って。ママだけだよ。いや、いけるでしょ。そパパもこれ。だって結構箱開けた時さ、ガチっぽかったの。ねえ、ねえ、うん、さ、昨日さ、夜に幼虫捕まえた。じゃじゃーん。ねえねえ、夜に幼虫捕まえてきたんだけど、じゃじゃーん。じゃじゃーん。じゃじゃーん。これカブトムシになるまで育ててみよう。うん、どう？じゃじゃーん。じゃじゃーん。食べてみる？食べちゃう。食べてみて。あーん。キモい。おいしくない？うん。うん。買った。パパ、今度さ、虫捕まえてきて。本物の、うん、本物のやつでしょ。うん、カブトムシ。カブトムシ、うん、いいよ。じゃあ捕まえてくるわ。え、今違う、今度。なんだ。いや、いいよ、捕まえてくれ、マジで、うん、カブトムシでしょ、うん、え、どう、美味しい？うん、美味しい。キキには美味しいみたい。ねね、もういいの？うん、ゴキブリ捕まえないで。ゴキブリやだ。あんま美味しくなかったの、ね、あれだよ、そのね、なんかね、うん、口
口の部分がね、多分レモンピールかなんか使ってるから、多分それ食っちゃったんじゃない。あ、こっちの部分は美味しいよ、普通に食ってみる。うん、美味しい。クランチチョコだね。さっきのあのなんかレモンっぽい味しないでしょ。美味しい。先っぽがレモンになってる。じゃじゃーん。これはドッキリ大失敗だね。ドッキリ大失敗。最初から分かりきってた。うん。嘘。一人でさっき撮ってるってもらって。これそんな気合い入れて撮れないと思った。もうちょいリアルだったらこれは騙せるぞとかなんか言えたけど。うん。いいね。うん。うん。うん、おいしいね。あのさ、おいしい。なんだっけ。あのさ、なんだっけな、なんだっけな。あ、今度さ、パパはさ、あのさ、なん、テントウムシだっけぐらいでもさ、カブトムシを抜くんだったら好きになっちゃう方がいいよ。カブトムシだから捕まえてくるって。あ、オッケー。カワタでもいいよ。カワタでもいい。カブトムシがいなかったらクワガタ。そう、チョコだよ。捕まえてくるわ。ちゃーちゃん。え、ちゃーちゃん。あ、ちゃーちゃん。ちゃーちゃん。あんま動かない。いや、どうだろう。動くやつもいるんじゃない。ちゃーちゃん。元気なやつはめっちゃ動く。ちゃーちゃん。クワガタだったら頑張ってる。あれだよ。あの、ハサミで挟まれるの超いい。ちゃーちゃん。え、ちゃーちゃん。ここで。そうそうそう。これこうやって。で。かぶってやる。いってー。いったー。かぶって。今日も見てくれてありがとうございました。 Twitter、Instagram、TikTok もやってるので、ぜひぜひ来てください。また見てください。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。ダダン、クックン。